1> 第1号苦戦特務艇は日本海軍の特務艇。第1号型苦戦特務艇の一番艇。太平洋戦争を生き延び、戦後は総会に従事した後海上保安庁の巡視船となった。マルキュ計画の苦戦艇将、第500号艦型の一番艇。歌唱艦名第500号艦として計画。1941年12月24日、市川造船所で起航。 1942年7月25日、第1号国船特務艇と命名されて第1号型国船特務艇の一番艇に定められ、本籍を横須賀鎮守府と仮定。9月14日、浸水。1943年2月10日、船体外正により市川造船所から横須賀海軍交渉へ引き渡し。3月27日竣航し、本籍を横須賀鎮守府に、 所属を横須賀防備船隊・横須賀防備隊にそれぞれ定められる。1943年4月1日現在、軍隊区分横須賀陳守府海面防備部隊、東京湾部隊召喚隊に配置。4月1日町浦へ開港し、19日まで偽装残務工事を行う。19日からは横須賀海軍交渉第3選挙に入居し、26日まで工事を行う。 出居後長浦へ開港し、30日まで整備。5月1日、軍隊区分南三陸部隊に配置。同日から8日まで、横須賀湖海で単身儀の装備工事を行う。10日に長浦で訓練を行い、11日に女川へ向かう。12日、女川期。以後1944年11月14日まで、尾長川、小名浜。 近海山沖での戦団後へ、対戦相当、紹介、不流嫌いの処分等に従事。6月15日、軍隊区分南三陸部隊協力部隊に配置。10月1日現在、特務定長職務執行者は、横須賀防備隊府、鈴木志郎海軍中尉。1944年11月10日、軍隊区分東京湾部隊第一区戦特務停隊、第一小隊に配置。 15日に、小永川を出港し、17日、裏書き。12月13日まで整備に従事。時。裏賀で整備中の11月26日、特務定調職務執行者、鈴木大尉が退退。12月14日、入居のため長浦で爆雷を陸上げし、20日まで浦賀で再度整備。21日、浦賀選挙に入居。1945年1月5日出居し、 浦賀選挙岸壁で10日まで残光寺を施行。以後東京湾、相模湾、房総半島沿岸の紹介と対戦相当に従事。2月1日、軍隊区分東京湾部隊特務艇隊に配置。16日、勝浦沖でアメリカ艦上機と交戦し墜落した遊軍機の搭乗員5名を収容。2月28日現在、特務艇長職務執行者は、 横須賀防備隊府、くい聖一海軍少尉、終戦時残存し、戦後は、総会20時。11月30日、海軍省の廃止に伴い助九1945年12月1日、第二福音省の会長に伴い、横須賀地方福音局所管の総会館に定められ、同局総会部横須賀支部所属と定められる。12月20日、 官名を億戦徳第1号に解消。1946年5月10日、横須賀地方福音局総会部横須賀支部から削除され、所属を大阪地方福音局総会部大阪支部に改められる。1946年6月15日、副委員長の会長に伴い、所属を阪神総会部に改められる。6月25日、阪神総会部は、 神戸総会部に解消。11月1日、神戸総会部は、阪神総会部に解消。1947年8月1日、阪神総会部が廃止される。同日付で、横須賀地方福井局所管の特別輸送管に、改められ、特別保管管に指定。横須賀特別保管官邸第10保管軍に廃される。8月28日、 本艦ほ他27隻の元戦特務艇は、特別輸送艦の定めを解かれ、運輸省へ移管された。1948年5月1日、海上保安庁に編入され巡出、巡視船千鳥 PB-18 となる。1950年7月1日、船番号を PS-18 に改正。1954年5月1日、船番号を PS-134 に改正。1960年10月25日、海上保安庁を解約された。本来の定位名表記は、第一航空船特務艇当時、昇海隊は、第1から第3まであったが、本艇が、どの昇海隊に配されたかは不明。区船特第1号の艦名は、昭和20年の異例、第7号から使用されているが、 完璧故障が公式に定められたのは昭和20年内例第12号によってである。ありがとうございます。